はい、どうも、ギです。本日の試合ね、3連敗で貯金1となってしまって、今日負けると貯金がなくなってしまうという試合だったんですが、なんと11点も取って、チーム19安打で11-6、勝利。嬉しい。マジで嬉しい。もう最近負けたばっかりだったんでね。てか今日でようやく8月初勝利ということで、まあそれは嬉しくて当然ですよね。いやー、よく勝ちましたよ今日。これからいきなりコンちゃんが先制タイムリー打ったと思ったら、裏で清宮君に打たれて同点。けど2回表でね、柳町君が月曜崩れの間に1点取って勝ち越したと思ったら、その裏すぐ野村君にホームラン打たれてみたいな。取っては取られて、取っては取られてみたいな展開でね。ついに4回にはまた野村君が2打席連続ホームラン打ったり、もう内野間やったりして、1イニングで4失点しちゃって、6対2。もうこの時はほんまに辛かった。もう配信ぶっちしてサウナ行こうかなって一瞬思ってましたからね。ただ野球はやっぱり最後まで何が起こるかわからないですね。5回表コンちゃんのタイムリーツーベースで2点返して、その後今見もタイムリー放って、6対5として、6回表にはギータのタイムリーと、コンちゃんのツーランで一気に逆転。さらに7回表も3点取って、11点と。いやもうすごかったですね。 5回6回7回で毎イニング3点ずつ取って一気に11対6。もうこういうのでいいんだよ。もう打線が大爆発でした。今日ね、1番三森に、2番柳町くんで、3番マッキーからの4番にギータ、5番コンちゃんってね、かなり今までと違う打順だったんですけど、めちゃくちゃ良かったですね。1、2、3番みんなヒット打って出塁しまくって、それをギータとコンちゃんで返すっていう結構理想的な流れだったんで、今後しばらく打線が機能しなくなるまでは今日みたいな打順でいいんじゃないかなと思いました。まあなんといってもね、みんな打ってましたけど、今日猛打賞4人も生まれましたけど、なんといっても今日やっぱコンちゃんがすごかったですね。もう1人で5打点神かなと。5打点上げたことで、浅村選手と並んで57打点でまたパリーグ打点王争いトップタイに並び立ちましたよと。これでコンちゃん現在得点圏打率もフォアボールの数も出塁率も打点もパリーグでトップということで、いやもう今年コンちゃんいなかったらやばかったですねこれ余裕で B クラスだったかも。コンちゃんが来てくれて本当によかった。これでね、このカード1勝1敗戻したということで、明日はホークスの先発がスチュアート、相手先発がポンセ選手ということで、去年ノーノー食らっちゃってますけど、今年ポンセ選手あんま調子が良くないみたいでね、3試合投げて0勝3敗、防御率9点台ということで、こっちは防御率点台のスチュアート、この組み合わせでなんとか明日向かってカード勝ち越しして、ちょっと大型連勝への道を切り開いてほしいなと。明日もねかなり大事な試合になるんじゃないかなと思うので、是が非でも勝っていただきたいですね。明日も昼の1時からもちろん観戦ライブするんでね、よかったら皆さんぜひまた遊びに来てください。本日は本当におめでとうございました。それではまた次のところでお会いしましょう。おつ、最後。